年齢に関係なく、強い者同士が何度も戦うことになる将棋界。プロ入り間もない騎士であってもデビュー年から活躍すれば、その年の間にタイトルホルダーと対戦することすら可能だ。そんな仕組みを、勝っている人が、どんどん強くなるシステムと表現したのが、タイトル経験者、高見大地七段、28、 間もなく、デビュー丸5年を迎える藤井聡とした用意、帰19の対局を解説しながら、その強さと成長ぶりを的確に捉えた、この言葉。強者が強者を育てる。勝負の世界ならではのものだった。貢献七段は24歳の時に、明キラ王で、初のタイトル獲得。トップ棋士との対戦も増え、 今後もさらなる活躍が期待される一人だ。その貢献七段からして、十歳近く離れた天才騎士の姿は、火の打ちどころがないように見える。単なる勝ち負けや寄付、戦法だけでなく、戦い方そのものにおいてもそうだった。貢献七段、藤井聡都したいよ騎は、 もともと序盤の研究とか抜かりないんですけど、盤上でまたさらにその先を見つけようとしている感じがする。定石通りだからバシバシやってもいいでしょうという局面でも、もう一回考える。公式戦となるとさえるから、新しい手を改めて見てるのかなと思わせるところがあります。 新しい手を探す姿勢は、すごい。自分はもともと準備が完璧ではないし、盤上で見つかってもお持ち帰りするんですよ。今日は家に帰って、パソコンとかで、この手あったかなって入力してみようと、思いとどまるんです。でも、藤井里太対応位、帰はその場で新しい手を指したりするのかなと。 特に序盤の事前研究なしには、次々と出場をしているタイトル戦で勝ち抜くことなど、できない。何せ相手は、渡辺明名人、清。王将。37。豊島正幸竜王、明王。31といった超ハイレベルの作戦家。研究家ばかり。いくら類まれなる。 終盤力を持っていたとしても、序盤で大きく離されては、挽回の余地がない。それは、藤井佐都したいよ規制が自ら課題があると語っている部分でもある。だからこそ、わずかな時間でも研究には手を抜かない。事前の研究が重要でありつつも、 それにも勝る経験を与えてくれるのが真剣勝負の公式戦だ。対局者が、その時のベストを持ち寄りぶつけ合う。研究の数時間は長いかもしれないが、対局の数時間はあっという間、番に向かう集中力もまるで違う。この濃密な時間を、レベルの高い相手と過ごすことが、 騎士の成長を大きく促進させる。後見七段公式戦をやっているときが、将棋は一番強くなる。研究会を週3、4回やったとしても、週2回とかのペースで公式戦が入ると、そちらの方が強くなる。相手も本気で来るじゃないですか。やっぱり違うなと。 勝てば勝つほど強い相手とぶつかっていくし、そういう意味では勝っている人がどんどん強くなるシステムです。自分もやっぱり普段以上に本気で考えるし、1日に2曲3曲やる研究会に比べて、この1曲にかける公式戦の方がいいですね。最近では将棋ソフト、 AI を用いた研究で気力を向上させる騎士も増えた。それはそれで十分に価値がある。ただし公式戦は勝ちたい欲求。負けたくない重圧。それらが練習では出せない集中力を引き出す。藤井聡太対位、規制が。都島竜王と今下に指したタイトル戦は、 大井戦で5局10日間、明大戦で4局京急局14日間もあり、ファンの間で夏合宿とも呼ばれている。藤井聡史太陽位、棋聖も豊島竜王と長い持ち時間で色々な将棋をさせたことはとても勉強になりましたと語ったが、言葉通りに戦いながら強くなっている。 藤井聡都市対応位、規制は、この後も豊島竜王と、秋田王戦5番勝負の第5局。さらには、秋から竜王戦7番勝負で戦うことが決まっており、鬼の住みかと称される、順位戦 B 級一組。その他の棋戦でもトップ棋士と戦い続ける。一年通して、強化合宿のような日々を送る若き騎士は、 来年7月に20歳を迎える頃、どれだけ強くなっているだろう。次のオーディオビデオでお会いしましょう。